ホワイト666トラック6トントラックは自衛隊がかつて運用していた積載量6トンのトラックである。2トン半トラックや4トントラックなどとともに自衛隊の代表的な大型トラックであった。製造元は三菱自動車工業。このクラスのトラックは主に特化や公社特化での下方牽引や施設化などの特殊用途車両のベースに使われた。 本社よりも以前の大型トラックとしては、警察予備隊創設の際にブロックウェイ車製トラックや、ホワイト車製のタイプ666などが供与、されていた。しかし、これらは、供与数が少なく、需要を満たしきれないため早期から、大型トラックの国産化が進められた。ロットントラックは、三菱自動車工業が生産を担当することになり、 同社の民間向けトラックを一部手直しした上で生産し納入していた。国産のものは1953年から保安隊及び自衛隊で運用された W12 シリーズが初である。初期には供与車両に合わせてガソリンエンジンを搭載していたが後にディーゼルエンジン搭載に変更されている。ガソリン車は早々に退役していったもののディーゼル車では 遠い橋トラックといった支援車両型が1970年代後半まで使用されていた。ついで1967年から生産された W121 シリーズは民間向けの6ワット型10トントラックを自衛隊向けに改良したものであるため、歴代の自衛隊トラックで事実上最大のものであった。にもかかわらず分類が6トンであるのは不正値での走行を考えて、 実際の積載量より小さい区分を行っているからである。こうした処置は海外の軍隊や民間の一部でも行われている。また民生用トラックの流用であったため、モデルチェンジを反映して、車体のデザインが大きく変化する特徴もあった。その後、74式特大型トラックが採用されたことで、ロットンという分類のトラックは姿を消していった。 73式特大型セミトレーラのトラクターのほか、大型レッカー車や同板橋トラックなど重量物を扱う特殊車両のベースとして広く使われた。ありがとうございます。